はい、どうも、一応です。今回はですね、12イベントメツプラプラ野良犬の牙、はい、挑んでみたいと思います。ミッションですね。初めてのメツプラプラにミッション、はい、挑んでみたいと思います。まあ、うまくいくかどうかってのはわからんけども、まあ、良くてもダメでも、はい、アップしたいと思います。できれば覚醒奥義なしで、行きたいなぁとは思ってますけどね。はい、マイティジーグレ借りますね。これでダメだったら新壁とか持っていこうかな。いけるかな。もうただただ不安しかないけどね。はい、あ、ちなみにごめんなさい、魔石見せるの忘れましたね。まあいいかまあ、魔石は、はい、雷染めです。メインは炎気道。サブは、雷。炎サンダーだっけ？はい、雷アップのやつ並べてきました。まあ、アーシェのためにって感じっすね。アーシェが、ほんとダメージソースっていうか、そういう感じなんでね。えい。あー、いいっすね、いいっすね。あとは相手の攻撃にどれだけ耐えられるか。ですな。はい、とりあえずこれでプロシェル入った。まあ、向こうはヘイスト状態だけど、そんなの知らんという感じで殴っていきたいとは思ってますが。イノセンス。おー、効くね。ちょっと踏みとどまる入れたいからな。先にパンネロバースト入れるか。パンネロバースト入れましょう。うわー、マジかよ、半端ねえな。おい、オッケーオッケー、火力が上がりましたぞ。うわー、つえ、マジか。うわー、でもなんとか踏みとどまるが入った。ちょっと強くない？全然効かねえ。おーっと、もうこれ割合かな、どうなんだろうね。割、ちょっとわかんないですけどね、これ。まあ、やられる前にも倒してしまうしかないですよね。踏みとどまるも入ってるからなんとか。うわー、全然効かね。なんでだ、デバフ効果があんのか。オッケー。あー、ちょっと火力落ちてるね。火力落ちちゃってるよ。あ、オッケー。炎気道入れようか。炎気道入れようか、ここ。いやー、炎気道入れよう。踏みとどまるはなるべく使いたくない。あ、オッケー。おっと、おっと、マジかよ、つえー、こいつ。マジかよ。つえーぞ。えい。とりあえず、打てる必殺、全部打っとこう。いやー、まだ半分もいってねえよー。まだ半分も、うわー、踏みとどまる使っちゃったー。どうする、マイティジーグレー入れ直すか。明らか何かデバフの効果があったんじゃないかなっていう
感じでね、火力下がりましたよね。懐かしいでしょ、オーバーミスト。今誰も使ってる人いないんじゃないこれ。多分誰も使ってる人いないよね。ボルテック、うわー、ちょっと、うわー、マジかよー、これは強え。これは強え。ちょっと勝てねえな、こりゃ。これは強えぞ。暗闇か。ここで本来遠軌道を使うべきなんだろうな。うん、そうなんだろうな。うわー、落ちるー。くそー、つえー、マジつえー。ゲイ、くそー、なんとか頑張るんだ、3人で。でもいきなりアーシェの火力が上がったな。なんなんだこれは。ちょっとよくわかんないですね。あ、また下がった。ちょっとよくわかんないですね。オッケー。パネルのバーストがね、バービか。即回復じゃないから、ちょっと大変。これ即回復欲しいところであるんですよね。普通にケアルジャとか打った方がいいのかな、これ。即回復ないから。くそー。まだ早かったかな、メツプラプラは。厳しいな。これ、アーシェ落ちたらほぼ終わりっすね。一番のポイントゲッターなんで。いいダメージいってるね。いいダメージいってるんだけどね。あー、レックス落ちたか。あ、じゃあ、発動したか。踏みとどまる。つえー、うわー、ダメだ、勝てねー、うわー、勝てねー、これつえー、これヘイスト解除したらどうかねー。うーん、ヘイスト解除したら幾分か戦いやすくなるかな。はい、こんなもんですね。一回あの、はい、動画ここで切りますわ。もう一回挑んでみようか。次はですね、ヘイスト、相手のヘイストを解除して、挑んでみる形。それでも倒せないようだったらば、まあ、いいかなと。ちょっと諦めようかなっていう気もしますけどね。デスペル持っていって、まだデスペル打つ余裕もないと思うんですよね。で、物理だけだからフルブレイク持っていくか。まあ、イカタクで常にパンネロにゲージ渡してもいいじゃいいんですけどね。まあ、やり方いろいろあると思うんですけど、とりあえず次回はこれで挑んでみたいと思います。はい。ちょっと手前まで行こうか。マイティ G グレーじゃなくて、やっぱり
新兵器、いやでもなバフがないんだよね。バフアーシェのバフがないのよ。アーシェのバフが物理攻撃する人たちに対してのバフはあるんだけど、レックスのバーストであるんだけど、なるべく覚醒奥義は使いたくない。マイティジグレッ出てきませんね。出てきませんね。はい。大体みんな覚醒とか超絶、まあでも覚醒とかんだよね。困ったな。困ったな。超必殺の方もいらっしゃいますね。あ、歴史の真実ある。これで行こうか。いやでもヘイスが、あ、ヘイス側レックスであるか。まあこれで、いやでもプロシェルないもんな。悩みますね。はい、まあいいや、ちょっと出てこないんで、一旦ここで、はい、切りたいと思います。また、次回はこの続きからいきますんでね。もしよかったらアップされた際には覗きに来ていただければ嬉しいです。はい、それじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。